驚きの体雑学ベスト3。耳と鼻は一生大きくなり続ける。食べ物をよく噛んで食べると虫歯ができにくい。おならを我慢しすぎると口から口臭として出てくることがある。エバール君の知りたい教えたい驚きの雑学。知りたい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 驚きの薬雑学ベスト3。下剤と下痢止めを一緒に飲むと下痢になる。苦い薬を飲む前に氷を口に入れ舌を冷やすと苦味を感じない。湿布薬は使用方法を守らずたくさん貼りすぎると内臓に障害を起こし、ひどい時は血を吐くケースもあり。驚きの動物雑学ベスト3。ズグロモリモズという鳥は猛毒を持った鳥で、羽1枚分で人間が死亡してしまうと言われている。ゾウの妊娠期間は1年と10ヶ月もある。ドイツのある牛小屋で牛たちのおならが小屋に充満して、静電気によっておならに引火して爆発した事故が起こったことがある。驚きの食べ物雑学ベスト3。デザートのパフェはフランス語で完璧完全を意味するパルフェが語源で、完璧なデザートの意味で名付けられたらしい。ハロウィンで使われるランタンはもともとパブだった。焼肉で人気のホルモンとは関西弁で捨てるものを意味するホルモン。昔は捨てられていた部分を使った料理というところから来ているらしい。驚きの外国雑学ベスト3。アラブ首長国連邦の遊園地にあるフォーミュラ・ロッサというジェットコースターは世界最速で240キロものスピードが出る。砂漠地帯では死因の9割が溺死である。アメリカの高校生ランディ・ガードナーという人は自由研究で不眠記録260時間を達成しギネスに認定された。しか
らし断眠二日目から怒りっぽくなり、四日目には妄想が出現、7日目には体が震え出して会話もできなくなったと言われている。驚きの名前雑学ベスト3。公園などにある回転する円形の遊具の名前をグローブジャングルという。ちなみに値段は70万円くらいであれ。時々、久々などで使われるこの正式名称はノマテンという。キーボードで打つときは同じを変換すると出てくる。刑事のことをデカと呼ぶのは明治時代の頃、刑事巡査が四角い形の袖をした角袖を着ていたことから、犯罪者仲間たちが角袖の頭と終わりの文字を取り、それを逆に読んでデカという隠語として使ったことから始まったと言われている。驚きの心霊雑学ベスト3。霊を呼び寄せると言われているとても危険な儀式、一人かくれんぼが存在する。夜中の3時にぬいぐるみとかくれんぼを1時間以上すると怪奇現象が起こり、違う世界に連れて行かれてしまうらしい。詳しい手順がネットに載っているけど、絶対に検索してはダメねばよ。手相で環状線と知能線の間に運命線と重なって交差している十字の線、神秘十字線がある人や、親指の第一関節に目のような形、仏眼の層がある人は霊感が強いと言われている。六六首は首が伸びる妖怪だが、首が取れて浮遊するタイプもいる。教えたいみんなの知ってる雑学コメント欄で待ってるね。バーイ。